沖縄県では今日新たに89人の感染が分かりました。沖縄県独自の緊急事態宣言が解除された今月1日以降、最も多くなっています。玉城知事はこのまま感染拡大が続けば生活や経済活動が制限されるような強い措置も検討せざるを得なくなると危機感を募らせています。